新人とかいけるそういう意味で逆はいないですから、おいぴおいはさすがにおれへんな、おいは塾何々とか塾は使うんやろな、おいはさすがにおれへんな、おいはないか、あのやっぱり漢字とかなくなっていくんじゃないですか、昔だったらあの何大きい海で大きい大きい海みたいな、大野海みたいな、今暴走族みたいなバルトとかね、外人が増えてきたからそういうのになったから、ね、アムールとかもそうです、ね、そうアムロって書いてアムロって書いて、大概昔なんか何やら海やら山やら川やらな丘やらそんなんやね、はいはい、頭に切りついたりなそんなんやったけど、確かに高見山も普通に感じですもんね、高見山やったね、高く見る山やったもんな、全然ハワイと関係ないと思う関係あれかな、あ、奈良が見えない、ありません、ね、高見山に今、あ、そうやな、うん、あ、山が、や山、実際の山が、うん、あの、そうそうやろ、和州、和州、和州山も、岡山、岡山もな、和州山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 、天保台のとこ、そうそう、一番端っこにあの、はいはい、遊園地があるとこな、うんうん、和州山ハイランドであんねん、あ、そうか、あの、山、やっぱり海と湖はあのなんとか池はないですね。池やっぱ弱いんかな。いやあったかもしらんで、ね、でも池って時はあの聞いたことない。沼はどうなんですか。湖あるもん。なんかどっちにつこい力士。沼。ネタをしてる。沼ってな沼やったら何もいらんわ。沼だけの方がおもろいやん。なんやら沼。それの下はたまりみたいな。水たまり。たまり。あかんたまるみたいな、ね、弱い。それは弱いよ。湖までやなやっぱり。でか銀河とかそうなんですよ逆に。あ銀河。いや、おったかもしらんね、そんなの。でかいのはありそうやけど。でかすぎてあんまりあかんかったみたいな、名前負けするみたいなのもあるのちゃう、そんなやつ。あ、名前負け。ああ、まあそうか、うん。あまりにもすごすぎて。すごすぎて、みたいなあるの。黒穴と書いてブラックホールとか。そうか、ね。黒穴って。黒穴ってなんかいてそうやな。こいつらやらあかんで。吸い込まれる。吸い込まれる。ブラックホール君やで。そんな俺は。ブラックホール君。色ついてる人もおったもんな、よう考えたら。あ、色。ああ白鵬なんだそうですよ。まあまあ白も多いな、金もやっぱ多かったな、昆布鵬とかな、ああ金も多かったわ。黒もまあいてましたわね。黒もおったおった、はい、おった。朝赤龍もいてたね。二羽黒とかおったな。赤もあった。赤はようさんおったおったおった。茶って中途半端がいないですよ。加藤茶だけやな。それは関取でもないね。それは関取茶ってあんまり。宇治茶とか言われてもね。茶って知らんな。茶ね。ほっとしておったかもしらんけどな。茶って知らんわ。まあ、例えば本名は茶山さんとかね。はいはい。とかで、まあ、そのまま本名で来てる人とかおったかもしれんけど。でも俺の同級生に茶屋いうやつおったわ。茶屋。あ、谷で。茶屋はあの。屋号の屋。屋号の屋。お前お茶屋さんの茶屋。茶屋。茶屋。茶屋って。茶屋。だからあの谷っていう字つくのはもともとそういう商売の選手の方にいた多いじゃないですか名前。あ、そうか。谷っていう名前をもともとその屋号でね、うん、例えばあの高田屋さんっていうもともとは屋号の屋やったんを、はいはいはい、もう言ったら谷に変えて高田屋さんとか谷ってつく名前の人多いんですよ。でもあの野口五郎さんも言われた土地からやもんな。野口五郎だけ。あ、五郎だけって言う山ありますよ。五郎あっからつけはったもんな。だからそのどっちが先か言うたも、もちろん地名の方なんやけど、まあそうでしょうね、それ超えてもうてる場合ってあるんじゃないですか。どういうこと。いや、その後の、まあ、タレントさんとか、うん、なんか野口五郎さんとか、ああ、出てからそっちの名前が売れたからそこがちょっと有名になったみたいな、はいはいはい、それはあるやろね、うん、でもそんなあんまりもう今おれへんやろな。あんまりその何例えば加古川二郎演歌歌手とかね、はい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 、すぐどこの出身だか分かる名前は、まあまあ、そんなんやったらあんまりないでしょ今はもう全然ね、特にアイドルのコーナーが名前つけるの全然関係ないもんな、うん、ああのなんとかさか乃木坂におったあの生駒ちゃんなんか俺は生駒出身かなんか全然関係ないもんな。生駒ちゃんは北海道かどっかやろ全然関係ないやろ。生駒はじめさんは関係ないですか。生駒はじめさんは川長だよ。元中村瑞子さんの旦那やないか、ね、であの後ろのキーボードを弾く人がキーボード
ほとんど引かれへん人やそうなんで楽屋で揉めてたやん押さえてるだけがやんこことこことここ押さえてええねんでぐらいしか分かんない。まあまあ温度なんか言うたらもう繰り返し繰り返しだけやん3つぐらいワオだけどそこ女さんならせへんかったなんか違う言うてよ揉めてたみたいなピッピピッピピあの生駒はじめさんなんか要はあのかっちゃん2杯の店にたまに飲みに来たりしちゃってなあのチャチャチャをかけながらずっと温度を踊ってたわチャチャチャに合わせて温度を踊ってたわおこんな歌いはんねんいや言うたら聞けばちょっとそういう音楽才能もやっぱりすごかったんでしょうね音楽がチャチャチャに合わせてほんま温度を踊ってたすごいなすごいなであの川中に言ったらもっと黒いの割り方もちょっとやってなかったやってたやってたかやろうとしてた時期があったみたいよでもやっぱり音感なかったらやっぱりないや彼は音感すごいらしいですあそうなんもう言うたらあの絶対音感あるないないないかいないかいな文福兄さんなんかでもあの落語やるより音頭を取ってる方が滑らかやもんな、はい、関係あれへん